操作型電子顕微鏡で見た、石灰ウロコ、6490マイクロメートルの範囲、電気ケトルの内部に堆積した、石灰ウロコ水垢は、夜間、ボイラー、不適切な保守状況にある、温水式、セントラルヒーティング装置の内側などに見られる、硬くて灰色がかった、こを吹いたような堆積物である、スケールとも呼ばれる、洪水が蒸発するようなパイプの内側や、 その他の表面などにも同様の堆積物が見られることがある。こうした水垢は、その生成の起源に応じてわずかに異なっている。水を熱する装置などに堆積するタイプのものは、主要な成分は水から沈殿した石灰である。香水はカルシウムやマグネシウムの炭酸水素塩や、その他の塩などを含んでいる。電気ケトルなどに堆積する石灰をライムスケールと呼ばれる。 水赤と呼ばれるが主成分は石灰なので不衛生なものではない。酸に溶ける性質があるため溜まった石灰鱗の除去はクエン酸が有効である。炭酸水素カルシウムは水に溶けるが70度を超えると炭酸塩に変化する。炭酸塩は水に溶けにくいため水が熱される場所に堆積して現れる。水が熱されると沸騰が局所的に集中する。 ホットスポットが生じることがあり、炭酸塩がそこに集中して積出することがある。降水中のカルシウムの比イオンは、普通は軟水に溶ける石鹸と化合物を作ることも、ある。この化合物は、浴槽や流し台、排水管の内側などに薄い膜状に積出する、カスになることがある。石鹸は中和した、脂肪酸や類似した、化合物などの影イオンの塩を含んでいる。 こうした影音とカルシウムの塩は水にあまり溶けない。空気で乾燥する調理用具や水の滴る蛇口、浴室のタイルなどに見られるタイプは炭酸カルシウムと蒸発前の水に含まれているその他の塩の混合である。継続的に香水を流し続けている蛇口にも見られる。これは蛇口の内側を保護もするが一方で成長して蛇口を塞いでしまうこともある。 2020年、夜間の堆積していた水垢に含まれる銅が酸性のスポーツドリンクに溶け出し、摂取した高齢者が下痢などを訴える例が発生したことがある。水道水に含まれる銅は微量であり、通常では考えられない例と考えられている。ありがとうございます。